新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記 <coughs> 今日のテーマはホラー小説を書きたいのだが受講できるのか今日はマシュマロに寄せられたあお便りです鈴木先生はじめましてはいはじめまして 匿名で失礼いたします。いえ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 。何が何でも長編小説が書きたいを拝読させていただきました。はい、どうもありがとうございます。テーマと設定の違いがよくわからず、ずっと悩んでいたので、大変なりまし、うん、ためになりました。そうだね。テーマと設定の違いって意外と、意外とこれ区別つかない人が多いのでね、ちょっとびっくりしますが。 また、執筆で行き詰まるパターンがそっくり現在の自分に当てはまっており、目からが、目からうが大量に落ちました。ありがとうございました。そうだね。行き詰まるパターンって大体みんな一緒だよね。書きながらさ、途中でいろんなことを思いついてさ、えー、そっち書いて行き詰まるとか、書いてる最中に自分の作品がダメだなと思って、 嫌になってやめちゃうとかねだいたいもうみんな反動したように同じようなところでその行き詰まるのでねええー、ごめん続きねぜひ先生の小説講座で勉強させていただきたいのと思っているのですがはいはい6月28日の鈴木喜一郎作家ラジオでホラー小説をほとんどお読みにならないと伺いました うん、そんな話したっけな。私はホラー小説を書きたいのですが、受講させていただいても問題ありませんでしょうか <noise> ええー、お答えしますが、OK です。い <laughs> や、別にそんなもんは。<coughs> あの、えー、っと、ホラー小説ほとんど読まないって言ったっけな。 あの、心を動かされることが滅多にないっていう、まあそういうこと、そっちの方がニュアンスとして近いかな。ああ、ホラー小説。うん、ピンとこないよね。<laughs> いや、怖がらせたいんだろうけどさ、いや、怖くないんだ。あの、 別に幽霊が怖いとかさ、超常現象が怖いとかっていう、んあまあ、それはあるかも。あの、この年になっていくと、その、まあ、うん、ご遺体見ることって別に普通にあるし、で、まあ、そうよ、普通にあるんだ。あの、うん。 まあ、この年になってくると、葬式ってしょっちゅうあるし、ちょいちょいあるしね、暑いなとか寒いなって言うと、大体まあ、葬式あるもんだし。うんまあ、幽霊は見かけることはないな。僕は霊感は全くないので。ただまあ、自分が見ないから信じないっていうのは、あまり科学的なあの考えではないので、 で、まあ、見ないから信じないっていうのは、見たら信じちゃうっていうような、そういう危険なところもあるのでね。あの、まあ、幽霊に関しては僕は見ることもないし、感じることもないんだけれど、まあ、ずっと昔から言われてるんだから多分いるんだろうと。<laughs> まあ、そういう考えではいる。で、じゃあ怖いかっていうと、いや、別にだよね。 いや <coughs> いや、その、幽霊って、いや、あのさ、<laughs> 心霊スポットってよくわざわざ行く人あるけど、いや、心霊スポットってさ、幽霊信じてない人が行ってるよね。 あの、幽霊の立場になってちょっと冷静に考えてみようや。あの、心霊スポットっていうのはそこにさ、いろんな怨念のある人がさ、いろんな思いでそこにいるわけだろう。そうそこをさ、わあわあキャーキャー言いながらさ、土足で踏み,踏みにじったらさ、そりゃ怒るだろう。<laughs> 君らだってさ、寝てる最中さ、ガン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 耳元でやかましくされたら、起こ,起こされたらさ、やかましいバカ野郎って言うだろう。 心霊スポットってそういう場所なんだから、だから心霊スポット、行く方がどうかしてるよね。まあそういうところが、そういうものが出入り、そういういろんな思いをした方がそこで眠ってるんだよっていうふうだったら、まあそこに対してはさ、まあ敬意を持って表す、あの、接するのって大事だよねっていうことはあります。全然何も見えなくて何も感じなくてもね。 でまあそういうことは思う。でじゃあ幽霊ってなぜ怖いんだろうとか怪奇現象って何が怖いんだろうっていうとうん首かしげること結構あるよね。なのさそのこううん実際にそのうん。 自分の、その、そのどんな幽霊が怖いのかとか、どんな怪奇現象が怖いのかっていうことを、まあ、分かってない、なんかさ、そう、あの、ホラー描きたいんですとかっていう人の作品を、読んでみても、なんか幽霊出しゃいいよねとか、 こう、例えば、スプラッターでさ、誰かこう、なんかあった時に、せーので腹,あの腹かさばいて腹割たぶちまければ、それで怖いと思うよね、とか。ええー、人の肉を食ってれば怖いよね、とか。いや、そこちゃうだろう、っていう <laughs>。それは思うよね。あのー、 こうやっぱりさそのこうそういうふうにハン押したようにさ何も考えてないホラーって結構あるのでいや中にはさあの斎藤太一君のさホラーはさ それとちょっとニュアンスが違ってさ、あれは面白いんだよね。あの、読みながらキラキラ笑いながらさ、あ、こうあの、こう、ほらと言いながら、斎藤太一君のほらって何冊かあの読んだんだけど、もう面白いんだよね。<laughs> あれはさ、怖いっていうよりも、あの、お化け屋敷の、おほら、こう、えーっと、 よく夜店でやってる、お祭りなんかでやってるお化け屋敷のお化けと一緒で、ほら、こんなもんの、こういうもんがあるぞ、とかって、それをキャーとかって言ってる、あの楽しさね、おもちゃば、おもちゃをこうぶちまけるような、あの面白さっていう、あ、そういうホラーがあるんだっていうのを、斎藤太一くんのやつを読んで、えー、非常にその、 門を開かれたとかあっこ,こ,こんな面白いホラーがあるんだと思った覚えがあるんだけどえっと意外とそういうスタンスで書いてるケースって少なくていや怖がらせるんだぞって言いつも言ってなんかこう幽霊出してるよねっていうこと幽霊だとかその他のもの出してるよねっていうこと結構あるんで <laughs> やっぱりさその何が怖いか っていうことっていやこの人あんま怖い思いしたことないよねとかっていうことって結構あります。うんまあ実際にね何年も生きてるとこう夜中にこうふっと目を覚まして枕元にあの女性が座ってたりすると。 枕元だとか足元に女性がほっと座ってたりするわけだ。でそれが幽霊だよっていうふうだと怖いように思うけどそれさ幽霊じゃない方が怖いよね。うん、うん、でやっぱりさあのー 例えばそのホラーを書く時でもんじゃ人間の恐怖をかん人間読んだ人に怖いって思わせてでも読んだ時に読み終わった時にあよかった現実これが現実じゃなくてって思うホッとする瞬間が必要だっていうことはつまり読んでる人にあ怖いって思わせなきゃいけないそれってさ何に対して怖いかって思うと それまでのその人生経験のどの怖い思いをし、どんなことを思いをして怖いと思ったのかっていう、その積み重ねがあって初めて怖いっていうことなので、つまり別の言い方をするとさ、ホラーといえども、そこの人間が描けるかどうかっていうのは根本の問題だよねっていうことはあります。まあそういうことはやっぱ痛感はする。 あのー、20代だと死ぬことは怖いだろうけどいや、まあ、50代にとってもやっぱり50代60代にとっても死ぬことは怖いけどニュアンスがだいぶ違う20代の頃だとお死ぬこと自体が怖いだろうけど50代60代になってくると死ぬことが怖いというよりもうーんと予告なくコロッといくのが嫌だよなとか部屋散らかったまんまコロッといくのは怖いよねとか。 えー、心の準備がないまま転っていくのは嫌だよねとかさ、えー、やっぱりこう怖さのニュアンスが違ってくるうーのよ。んで余命10年つったってさもう60過ぎたら余命10年うーん可能性あるよね我々毎日が余命10年だし明日はどうなるか分かんないし。 心筋梗塞でコロッと行くことこかだってあるわけだしねっていうことをやっぱり思うとねそういうことを思うとやっぱりそういう差が出てくるのでだからその誰が何に対してどんな恐怖を覚えるかっていうことって かなり重要ではあるし、それがちゃんと書けるということは、それって結局のところ小説だよね。小説を書くとには違いないよね、なんていうことは思ったりはします。ね、えっ、ー、と、この質問者さんがどんなホラー小説を書こうとしてるのかっていうのは、まあ、この、いただいたこのマシュマロでは何もわからないんだけども、 まあそういうことって大事っすよっていうことはもうね、どんな方覧小説を書こうとしてるんだろうね。で、えー、まあどちらにしても基本的なところはそのもう今までの経験で自分の小説講座の経験でどんなジャンルでももう新人賞のレベルって基本やんなきゃいけないことって一緒だよねっていうのはまあ あの今まででいろんな受講生を見てきた実感です、えー、そ,のそれこそ江戸川乱歩賞からポープラズケ文学新人賞までいろんな種類の受講生がい,いろんな受講生がいろんな種類の賞を受賞してきて、まあ、それを、まあ、目の当たりに見てきたんだけどそれは別に先生の教え方がすごいわけではなくてこれやりましょうねっていうごく基本的なところ。 テーマを発揮する、登場人物を作る、きちんと作る、取材をきちんとやる、うん、あとそう、日本語ちゃんと、ちゃんと日本語のやり取りができる、まあそこらのところがあ基本になっているので、えー、まあ、まずそこができないことに話はならんでなんともならんのでね。 でまあ、そこらへん共通することをやってれば、まあ、あとはジャンルの差ってのはそんなに大きくはない新人賞のレベルではねっていうのがまあ実感だなあっていうことがあるので、まあ、まあちゃちゃっとおお受講の手続きをしてくださいなええ この番組へのお題皆様からのお便りご質問を募集していますマシュマロという匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝摂師賞横両者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーセッションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、a s t Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家に聞き、そんなところでではではでは失礼します。